まあ、結婚したい女性がいて、サプライズプロポーズしたい。サプライズで夜景の見えるレストランで結婚してください。ありふれてるかな。チャペルを使ってプロポーズ、僕である必要がない。ヘリコプターとか。いやもうじゃ、だからね、そういうのじゃないんですって。違う、ないな。もっと思い出に残るような。目が弱い。弱いじゃん。僕がやる僕だけのプロポーズ、そんなんじゃないんですよ。究極、じゃあ究極は見えるな。見えました。こういうのがしたから結構お金かかりそう。やはりプロポーズって作品なんだ。ちょっと結婚のこと調べてたの。あ、はい、プロポーズのご相談っていうふうにお伺いしてるんです。そうなんですよ、はい。まあ、結婚したい女性がいて、おで、もうプロポーズの日にちももう決まってて。あ、決まったんですか、はい、いつですか。一応12月24日お、クリスマスイブじゃないですか。そこが、はい、彼女の誕生日でもあるので。そうなんですか。そこで、あともうプロポーズしようって決めてるんですけど、もう時間がないんで。本当ですよね、はい。だからまあ、あの相談、はい、する方がもう早いなと思って、ちょっと予約させてもらったっていう。ありがとうございます、はい。でだから、あとはもうどんなプロポーズしようかなっていうのを思ってて、はい、まあ、サプライズプロポーズしたい。サプライズプロポーズしたいんだけど、はい、なんか どういうのがあるかなっていうのをまだ決めきれてなくて、そんな相談もできるんですか。あ、全然大丈夫です、はい。なんか今こういうのがいいなっていう風に考えられてるのとかってあるんですか。いや、いや、そういろいろあるんですけど、なんか一回ちょっと、はい、なんですか、ゆみさんの意見聞きたいなっていうのが、はいはい、ちょっと、はい、うん、どれがいいかな。そうですね、やっぱり一番こうオーソドックスなのが女性は好きなのかなっていうのは。オーソドックス、まあ、夜景の見えるレストランでとかしながら、デザートのタイミングでエリア出して結婚してください。いやちょっと、まあまあちょっと弱いかな。違いますね、僕じゃないか。あー、そっか。どんな感じ。もっとこう、はい、まあ、派手な感じ。派手な感じですか。はい、演出だと思うので、やっぱり。あ、そうですよね、はい、はい。サプライズで。サプライズで。うん、ですもんね。まあ、喜ばせたいっていう、まあ、ところがまあ一番なんですけど。そうですね。なんか普段デートとかどんな感じでいつもされてるんですか。デート、はい、は、そうですね、遊園地ですね。あ、遊園地、はい、はい、遊園地やっぱ好きなんで僕が。あ、エンターテインメントが好きなんです。あ、そうなんですね、はい。じゃあユニバとかディズニーとか。あ、そうですね、ユニバーもすごい好き、はい。あ、であれば、はい、なんかあの一番人気なのはそのディズニーの、うん、あれですよね、なんかそういうスポットでポーズとか。いや、それもね、めっちゃ考えたんですよ、はい。いやだからディズニーとかユニバとか、まあ、あの彼女も好きなんで、はいはい、まあ、でもちょっとありふれてるかな。ありふれてますか。まあ、僕である必要がない。ああ、それは誰かがね、うん、やればいいのかな、できる人が、はいはいはい。お客様だからこそっていうのを、はい、考えてて、なんかもっと欲しいな、もっとエンターテインメント、もっとエンターテインメント、派手な感じ。派手な感じですか。
はい、そうですね、ヘリコプターとかっていうか、ヘリ、あヘリコプターでどうやって、ヘリコプターですごいこう夜景をバーって見えるわけじゃないですか、はいはいはい、お二人だけの空間っていうところで、うん、プロポーズとか、いや、ないな、ないですか、いやちょっと怖いんで高いところは、いや、でも今の感じ、今の感じ、ヘリコプターとか、はい、そういうような、だからちょっと、はい、うん、スケールがあるやつ、おは、スケールがあるいいけどちょっと怖、あの怖くないやつですね、ヘリ、あの彼女が無理です、あー彼女が、はい、そっかそっか、彼女が、あーでもっとスケールが、あスケール欲しい、ねえ派手な演出にはこだわりたい、そうですよね、やっぱ残らないですかね、もっと一生、はい、もうだってプロポーズって一度きりなんで、一生思い出に残るようなプロポーズじゃないとダメなんです、はい、あとこちら、あの私どものお客様で開催されたことがあるんですけど、はい、あの私ども提携してる結婚式場がたくさんあるんですけど、はいはい、そちらもあのチャペルを使ってプロポーズ、いやもうじゃ、だからね、そういうのじゃないんですって、違う、もっと思い出に残るような、はい、僕がやる僕だけのプロポーズ、そんなんじゃないんですよ、はいはい、なんかあの知ってるし、はい、そう絵が弱い、あ絵が弱いですね、いや絵が弱いじゃないですか、それってもう弱いでしょ、ちょっとこれ究極じゃあお、いやいやもうそうっすね、してもいいですか、はい、究極はフラッシュモブっていうのがあるんですけど、フラッシュモブご存知ないですか、いや聞いたことはあるけどちょっとよくわかんない、あフラッシュモブっていうのは、うん、あのちょっと気に入っていただけるかわかんないんですけど、はい、例えばなんですけど普通の広場みたいなところで二人でいて、はい、急に通行人が踊り出すんですよ、おーやってやらって、で、そしたら普通の全然一般の人やと思ってた人たちが、はい、実はみんな仕掛け人で、はいはいはい、彼女のために踊り出すんですよ、あ、ちょっと見たことあるかも、 TikTok とかね、インスタとかで、はい、出てるところもあるかもしれないんですけど、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、実際のやつあります、あります、あります、はい、あこれ結構有名ですね、 JR 大阪駅なんですけど、はい、音楽が鳴り出すんですよ、大阪なんですね、大阪です、あのルクアの前、あ、そうですそうです、なるほどね、はい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 、あこれかフラッシュモブって、そうですよちょっと待って、あーあいいっすね、いいですか、フラッシュモブかな、フラッシュモブですか、こういうことか、そうなんですよ、あいやこれかな、これがいいっすね、これめっちゃいいですよね、え、そんな結構あるあるやつですか、いやこれはもうほとんどなかなかされる方、うん、珍しいかと思いますね、ご自身がここで踊って、見えるな、見えますか、見えました、いやこれ超えたいっすね、こ超えたいですよね、この作品超えたいな、これあーこれやろうかな、これですわ、クリスマスイブにね、あーそうですね、誕生日の日に、はい、フラッシュモブ、フラッシュモブ、やっぱりプロポーズって作品なんで、それを彼女に届けて、はい、はい、どうですかね、一生彼女もね、うん、思い出に残るかなっていうのはあります、ね、残るでしょ、あれはされたら忘れられないですよね、こういうのがしたかった、これでしたか、はい、すいません、ね、しょうもないプロポーズのアイディア、いやそうっすよ、すいません、あれは僕じゃないでしょ、ですよね、うん、あ、めっちゃいいですね、そうなんですよ、だからあれエキストラ何人ぐらいでしょ、さっきの方が結構いましたね、はい、結構いますよ、ダンサーですよね、あ、この辺、あ、30人ぐらい、30人ぐらいいますね、100は欲しいっすかね、100ですか、
100人、100エキストラ、うん、おかな、すごい規模になりますね。すごい規模でなると結構お金かかりそうですけど、あとなんかこれ、はい、キャメラかな、キャメラ、うん、なんかもうちょっと撮れるんちゃうかな、キャメラも数を増やす、ドローンかな、ドローン、ドローン持ってるんで、あ、そうなんですか、はい、すごい、ドローンがあったらもっといい作品になりそうだな、上からでも、はい、ね、うわーっと撮って、へえ、越したいな、この作品越したい、越しますか、はい、フラッシュモブ、今フラッシュモブですね、エンターテインメント、エンターテインメントでございます。 あ、彼女はどんな感じの方ですか、はい、こういうのお好きな感じの方ですか。あ、彼女は、まあ、どちらかというと、まあ、地味な方、あ、そうなんですか、結構おとなしくてし、まあ、なんか僕がまあこんな感じなんで、まあ、一歩引いて、まあ、支えてくれる感じですかね。彼女大丈夫そうですか、こういう演出とか、あ、フラッシュモブ、はい、なんか、いや、嬉しいんじゃないですか。恥ずかしいはあるけど、まあでも一生に1回なので、彼女のためにするんですよね、プロポーズ。フラッシュモブは嬉しくない人います。派手な演出こそが愛の象徴、愛の表現、本当に彼女それで喜んでいただけますか。彼女の実家の両親が帰ってこいって言ってるみたいで、今しなかったら帰ってしまう、帰らすわけにはいかない、彼女がいたから頑張れたし、笑ってるんですか。結婚はできない。95万、うわー、うわー。